取り入れなくて、うん、すごい時にしてますね。ちょっと候補に入れて。今知ってるのは男性スタッフのみということ。はい、一応あの検証していきたいなと思います。でも可愛いですか。僕みたいな人来ますか。アニメ好きな方とか多いですよ。やっぱなんか行動しないと変わらないから。うん、すごい勇気だよね。うん、でも彼女ずっとできなくて、うん、やっぱこういうとこで探すしかないかな。彼女欲しい。今いくつですか。今もう30過ぎます。彼氏いるんですか。いないですよ。なんか、うん、いたらできないです、こういう仕事。僕みたいなのどうですか。私もアニメ好きなんで、めっちゃ気が合うと思う。本当ですか。うん、日合ってますか。まだもうちょっと喋んないと分かんないけど。そうそう、LINE 聞いていいですか。はい、じゃあちょっと後で連絡します。 LINE、はい、は今はなくて。あ、いい。ありがとうございました。はじめまして。はじめまして。何さんですか。僕、オタ君って呼ばれてます。オタ君、かわいい。めっちゃいい匂いしますね。でもモテるいい匂いする。します。本当、うん、なんかいい男の匂いする。今日は推しの女の子を捕まえに来て探してて、ここでいっぱいお金使いたいなって。うん、どういう子が好きなの。なんか見た目とかすごい時計してますね。これだけが僕の自慢なんです。すごい。そう、何してるんですか。仕事。引きこもり。あ、じゃあもうすごい。なんかパソコンに向かってる感じ。でもこれダイヤモンドいっぱい入ってる。すごい、かわいい。キラキラじゃん。そう、2000万ぐらいしたんです。すごいっすね。おたくん頑張ってる。頑張ってる。サナも頑張ろう。彼女欲しいなって。彼女絶対できますよ。でもちょっと候補に入れてる。なんか飲んでいいですか。はい、何があるんですか。普通にドリンク。あ、まあ、シャンパン。シャンパン。でも多分あれですよね、飲まないですよ。シャンパン好きですか。なんか飲まないですよね。コミケで飲む。コミケで飲むの。コミケでたまに。めっちゃおもろいって。何のコミケですか。私さ、プリキュア。プリキュアのコミケあるんですか。いや、でも本当になんか分からなくて、そっち系が。じゃあ分かり合えないですね。そう、分かり合えないか。でも知りたいなと思うか教えて。とりあえず、うん、コミケで飲んだこれ、うん、ブーブークリポ、うん、これコミケでよく飲むんだ。飲めない。飲めないの。顔見られるの恥ずかしい。大丈夫だよ、見えないから。ダメだ、嫌われちゃう。嫌われないですよ、私みんな大好き。みんな好きなの嫌だ。そういうんじゃなくて、え、LINE 教えてくれたの。 LINE やってないから。あ、そう、どうしたらいいの。番号書いてほしい。あ、私が逆に。ごちそうさまでした。ありがとうございました。楽しかったです。なんかメガネ曲がってない。メガネ曲がってます。曲がってますね。いいです。はい、どうも、ありがとうございます。男っぽくなかった。バリバリ見た目。匂いが。私はなんかいい匂いがするっちゃって、ああ顔じゃないと思ってて。ああいい匂いしたな。靴も時計も全部見てたし。ああいい時しとったよ。あ、ほんと。もうわざとかなと思って。今流行りの。へー、パッと見バリバリオタクじゃん。そうだけど、多分オタクで行ってどういう対応をするのかみたいな検証をしてる YouTuber だったりする可能性もあるやん。ちょっと想像がちょっと影伸びちゃって。あ、なるほどね。はぁ、じゃあもうちょっとこれじゃダメだから、シャンパンちょっと店員さん呼んでください。なんで、また入れるの。うん、これじゃあ相手にされない。そんなことないでしょ。どれがモテますか。モテますか。何が好き。お酒好き。モテるやつ。モテるやつ。じゃあ、アルマンド。嘘でしょ。待って、フリーで入れるものじゃないよ。いいよ、俺はそうでもしないとダメなんだ。本当に言ってるの。アルマンド。アルマンド入れ、本当ですか。ガチのやつ、はい、ガチです。お金はあります。お願いします。アルマンド頼む人いっぱいいます。ちょ、たまにだね。モテる。モテるでしょ。アルマンドはモテるよ。モテます。すごくない。びっくりしちゃったんだけど。ちょっと今日300万ぐらい持ってきたんで、彼女になってくれる人、彼女になってくれる人探してください。すごいんだけど。はい、びっくり。1本いくらぐらいですか、これ。あ、じゃあまだ10本ぐらい入れる。ねえ、やばいやばいやばい。すごいね。
あ、私もあんま歌舞伎町来てそんな経ってないんですよ。だからあんまり入れてる人見ないからすごいって思う。感動してる。じゃ好き？じゃ好き？ゲッ。おぉ。おぉ。キャバクラ楽しいかもしれない。マスク取らないの？嫌われたら嫌だから。なんでよ。嫌われないでしょ。ベッドの上でしか見せない。どうやって飲むの？お酒。止めるしかない。あっち向いてもらって。一回見ないねみたいな。じゃあすいません、いただきます。すいません、ありがとうございます。イエーイ。ちょっとあっち向いてもらって。嫌われそう。そんなことないよね。恥ずかしい。なんでよ。緊張してきた。なんでよ。大丈夫？やっぱ人前にあんまり、この人のところ人前に出ないから。そうなの？緊張してきて過呼吸。本当？大丈夫？全然深い。過呼吸はよく起こすの？うん。テクロとかいる？うん。いる？いらない。いらない。美味しい。え、連絡先って聞いたの無事ですか？うん、またちょっと、うん、まああれなんで、うん、またお願いします。分かったよ。はい、ありがとう。パチさん、はい、どうもこんばんは。こんにちは。こんにちは。何さんですか？おたくんです。おたくん、パチです。かわいいですね。やだけど、なんかちょっと可愛いと思っちゃう。でも31年間彼女いなくて、今日彼女探しに来たんです。どういう子がタイプなの？優しくて、お金だけじゃなくて自分のこと好きになってくれる人。でも目しか見えないけど、イケメンそう。恥ずかしいから。ちょっといただきます。手が震える。普段歌舞伎町とか来るんですか？普段はあんまり来ないです。2回ぐらい。彼氏いるんですか？私彼氏いなくて猫しかいないんですよ。オタクはどうですか？オタクですか？なんかでもそんな、なんて言うんだろう、オタクだからどうのこうみたいなのないですね。うん、僕はどうですか？え、顔は出してくれないんですか？顔は出してるんです。目がめっちゃイケメン臭してる。のことないです。童貞でも大丈夫ですか？あんま気にしない。なんか僕のこと褒めてみてほしいです。褒めてみてほしい。でもイケメン臭がする。優しい。ちゃんと目を見て話してくれる。目見るだけで緊張して過呼吸になる。お酒は普段飲むんですか？普段は一人でコミケとかでよく飲む。え、コミケとお酒飲めるの？飲みますよ。行ったことない。あれですよね、あの解説出してすごいやつですよね。おすすめのアニメとかですか？プリキュアが好きです。あ、プリキュア。私多分ちょうど初代の世代でした。うん、お願いします。え、あ、あのオタクの人なんかヤバかったよね。かっこよかった。いい匂いするの？意外。あれと、なんで？なんか、そういう見た目で疲れとかって言われるとかじゃん。え、そういうこと？間違ってるよね、もうザッシーさ。いや、なんか、変なやついるなと思って。お酒ないんだって、だから。お酒じゃないの？とかしても、全然何も答えられてなかった。でもあれ財布じゃないの？財布あるの？財布を置いてるって言ったから。財布置いてくんやろ。しかも超ダサくないの財布。でもそれも、あ、わかった。え、そうなんだ。どれだけね？絶対そうだと思わない。でも、わざとやる？置いとけてんじゃない？置いとけてん。だってこんな長い間帰るの絶対行かなくない？確かに。怖くない？怖い。やばいね。ということで、ヘアメイクして変身してきました。はい。どんな感じ見せ？いや、美咲さんのいたテーブルに全然帰ってこないなって言って、高級シャンパンいっぱい入れて無銭飲食なんじゃないかっていう噂が流れてます。無銭飲食さってなってる。あの女の子が言ってました。やばいやばい。ということで、じゃあもう無銭飲食したって噂になってるらしいんで、この後戻って、まあ、ネタ話したいと思います。多分バレたりないと思うんで、まあ、どんな反応取れるかも含めてもうリアルをお届けしたいと思います。結構ね、僕最後感想なんですけど、
あのお宅の学校して行ったんですけど、基本めっちゃ優しかったんですよ。いつもこう岬ユーザーとして行くよりすごいなんかフレンドリーで、うん、あなんかこういうなんかとっつきやすいんだなと思って、逆にいつもの自分どんだけ近づきにくいねんと思ってちょっと悲しくなりました。でも本当にね、西の子はすごくいい子で、あのすごい楽しめたんで、うん、これキャバクラにハマる人のね気持ちも分かって、うん、まあ、今度はちょっとお客さんとしても行ってみたいなと思いました。まあ、とりあえず、ね、とにかくにも、はい、あのネタバラシ行っていきたいと思います。あ、さっきなんか僕について女の子が青汁入って飲んでたんですけど、なんか青汁王子がこれ飲んでれば来てくれるんじゃないかみたいなことを言ってました。でもなんでそれで青汁王子に会いたい。青汁王子はなんとなくなんか一回カビトにいたら会っておきたいなみたいな。そういう、そう、部長有名人その位置みたいな。おお、かわいい、めっちゃかわいい。そう、それも、はい、カメラの外で挨拶しに行こう。はいいよいよネタバラシ行きたいと思います。はい、面白かった。逆に聞いたら、ユータのお尋ねです。企画はお宅に変装してギャバクラに来たらどうなるか。でも本当にみんな僕びっくりしたのが、なんかなんて言うんだろうな、すごい優しかった。優しい、いや本当優しい。一番最初からもすごく優しくて、どんな対応されるのかなと思ったんだけど、めっちゃ優しくて、キャバクラにハマるに気持ちが分かった。マジで取らなかったんだよ。でも分かんなかった。分かんなかった。ちょっと爪が甘かった。割れちゃうんですか。失敗した。まあ、ということで今回あの検証結果はやっぱり旦那の力を使った方が持ってる気がしたんですけど、でもそうじゃなくても本当に楽しみましてくれましたよ。